そのそうじゃない大きな一勝かというか、ね、まあ、勝った方はそう思ってもいいんですけど、負けた方はもう切り替えるしかないですよね。切り替えるしかないんで、そうですよね、はい、まだ142試合あるわけですからね。はい、さあ今日のヒーローインタビューは、柳田選手とそれから千賀投手ということになります。放送席、今日は投打の2人のヒーローにお越しいただきました。まずは見事なタイムリー、柳田選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。つないで迎えたあの8回の場面、まずどんな思いで打席に出しましたか？いや、もう朝日スーパードライ絶対取るぞと、そういう気持ちで行きました。その思いで初球からいたと思いますが、あのあたりの狙いはどうでしたか？やっぱり追い込まれたらね、どうしてもあの厳しい投手ですし、あの非常にコントロール良かったんで、あの追い込まれる前に飛ばそうとは思いました。打球は左中間を真っ二つに終わりましたけれども、手応えいかがでしたか？いや、まあ抜けるかなとは思いましたけど、あの一生懸命走ってました。手に汗握るこの投手戦の中、塁上ではガッツポーズも出ていましたけれども、勝利へ大きく貢献したと思いますが、ご自身で振り返っていかがでしょう？いや、本当開幕戦でね、何度か勝ちたいという気持ちでいましたので、まあ、本当嬉しかったです。そして今日は初めて開幕投手を任された千賀投手はじめ、投手陣がゼロでつないでくれました。今年もこう力強い心強いその投手陣だと思いますが、いかがでしょう？いや、本当ピッチャーの方にねすごい抑えてもらって、リズムよく守らせてもらったんですけど、点取れずに、申し訳ないなという気持ちはすごいあるんですけど、まあ千賀君また次回頑張ってほしいなと思います。さあ、そして今シーズンですけれども、柳田選手は、まあ、選手会長としてもチームを引っ張る立場でもあります。ご自身の目標、意気込みを聞かせてください。いや、もう打ちまくる、それが目標です。はい。さあ、連続日本一を信じて今日も開幕戦から大勢のファンが詰めかけてくれました。一言もらえますか？皆さん熱い声援ありがとうございます。明日デイゲームなんで、早く帰って早く寝てまたここで会いましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。柳田選手でした。続きまして、初の開幕投手千賀投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございました。初めての開幕投手、今シーズンまだ誰も立っていない真っさらなマウンドへ、どんな思いで向かったんでしょうか？まあ、そうですね、だいぶ前から監督に言ってもらってましたし、はい、もう何があっても思いっきり投げることを心がけていけたので、はい、まず最初ゼロで抑えられたのは良かったです。はい。その初球いきなり157キロでした。あのあたり立ち上がりの緊張感など含めていかがでした？まあ、本当にその力んだ分出たかなと思いましたし、まあ、本当に開幕という素晴らしい名誉なポジションに投げさせてもらって、あのスピードが出たかなと思ってます。その後はオリックスの西投手と手に汗握る投手戦でしたけれども、どんな思いでマウンドへ立ち続けてましたか？いや、とにかく本当に今日西さんがすごいコントロールビタビタだったんで、とにかく負けないように、先制点やらないようにしっかりゼロでということを思ってました。その言葉通り7回を投げて1安打無失点、勝利へ大きく貢献しましたね。ご自身で振り返っていかがでしょう？まあ、そうですね、本当に柳田さん打つの遅いなと思いました。やはりその打線というのは今シーズンも力強いですね。いや、もう本当にやっぱこういう展開でもやっぱり勝ってくれますし、はい、もう僕はもう少し投げていたら勝ちはついていたので、はい、次また長く投げれるように頑張ります。さあ、これで素晴らしいスタートを切りましたけれども、今シーズンご自身の目標としてはいかがでしょう？いや、もう本当にゼロで抑えるということはできましたし、はい、チームを勝ってたので、ここから勢い乗っていけたらいいなと思ってます。さあ、チームは連続日本一へ向けて素晴らしいスタートを切りました。最後、ファンの皆さんへ一言お願いします。皆さん、遅い時間までありがとうございました。たくさんの声援が本当に力になりますし、また柳田さんに打ってもらえるように大きい声よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。今日のヒーローは柳田選手、そして千賀投手でした。会長もオーナーもそして社長も皆さん拍手をしていらっしゃいましたね。今日のヒーローは決勝打の柳田選手と、それから、見事に開幕投手の、大役を、果たしました千賀投手でした。まあ、千賀投手によって残念ながら、勝ち投手の権利はつかないんですよね。はい、そうですね、今日は岩崎ですから。そうですよね。はい、でもなんかあの勝ち投手を一つ白星上げたくなるようなそんな素晴らしいピッチングでしたね。まあ、西もそうですけれど、本当に手に汗握る投手戦でしたしね。はい、一歩も譲らなかったですからね。そうでしたね。はい、1安打ですよ。1安打ですね。はい、四死球も少ないでしょ。そうなんですよね。はい、結局ですね、初回にワンアウトからヒットを打たれた、それから2回にワンアウトからフォアボール出した、はい、でそれぞれダブルプレーだったので、今日ですね27人で、そうなんですよね、終わってるんですよね、はい、攻撃がですね、形的には完全試合ですよね。そうなんですよ、はい、3人ずつで終わるってことは、ね、そうなんですよね、だからそれだけリズムも良かったんでしょうし、はい、やはり相手がやはりこう意識してるのか、早打ちっていうかね、はい、球数も少なく来ましたよね。そうですね。まあ、予定通りの80だったのかね、80から90までの間という、それがうまくこう7回までいけたっていうね、はい、まあ、千賀投手とするとその調整がまあ最後うまくいかなかった中で、今の状態でベストのピッチングができたと。いや、もうベストというかもうパーフェクトですよね。はい、まあ、それは回のリードもあったでしょうし、でその後の岩崎澤手もね、その本当の仕事してくれましたから、はい、そうですね、まあ、野手陣もやっぱり早く点取ってやらなきゃと思いますからね。まあ、それがちょっと遅かっただけで、はい、まあ、あとは本当に陰ながらその守りではやっぱり、回のリードはありますし、攻撃の部分でやっぱり本田、上林ですよね。そうですね。で、新たに一番になった今宮、はい、これがやっぱりキーマンになってましたね、今日はね。そうですね、はい、今宮は今日は2本のヒットということで、はい、まあ、3度の出塁でしたもんね。で、最後はやっぱり勝負してくれませんでしたからね。そうでしたね、はい、で、本田がつないで、美味しいところを柳田が持っていったという。